はい、決勝は7位でゴールでした。まあ、14位からスタートしたので、まあ、7位まで上がれて、まあ、まずまずかなっていう感じです。まあ、ただそのウエイト差とか年率を考えると本来であればもっともっと早いか走らないと、早い上のポジションにいないとおかしいと思ってるんで、まあ学年言うとそこで僕たちがもっともっと早くならないといけないというのがよく分かったので、まあ、次の鈴鹿に向けて、まあ、できることを精一杯やって、鈴鹿では必ず優勝を目指して頑張ります。応援ありがとうございました。